はい、こんにちは、速稼ジムコブです。まあ、緊急事態宣言が一部地域で解除されて、まあ、日々のね、暮らしが戻ってくるような雰囲気を醸し出してるんですけども、でも今回の緊急事態宣言の延長って一体何だったんですかね？結局、遠慮して出かけない人っていたんですかね？やっぱ、ここまで来ると、私たちは日々の暮らしを守るために、出かける人は出かけてね、外食する人は外食して、時短営業する人は時短営業してっていう風に、まあそれぞれ自分たちの暮らしに戻りつつあるんじゃないかなと思うんですよ。ただその中でわけのわかんない閉塞感とか将来への先行き不安とかってあると思うんですよね。で、政府の方は相変わらずオリンピックのことに注視してですね、国民の暮らしに全く寄り添ってくれないと。そして100年に一度、いやもしかしたらもっとかもしれませんけども、こんなね、緊急事態宣言出すような状況下でも自民党はね、絶対減税しないですね。その消費税があることによってどれだけ私たちの暮らしがね、痛みつけられているのか。そして国会では消費税の必要性を訴えかける人が次から次へと出ていって、麻生財務大臣の擁護ばっかりするわけですよ。困ったもんですね。で、こういうふうな状況ですから、残念ながらですね、自ら命を絶つ方がものすごく増えてるわけなんですよ。これは政府のデータからも明らかなんですけども、コロナを苦にお亡くなりになったり、職を失ったり、人間関係がね、ものすごく少なくなったりするわけなんですよ。今日はね、昨日出たヤフーのトップページからこの記事を見ているんですけども、ちょっと画面切り替えていきますね。もうね、全く分かってないっていうところが分かると思うんですよ。皆さんも共感するところが多いんじゃないですかね。コロナで女性、青少年の自殺が急増。日本では孤独担当省も任命ということで、孤独担当省ってのは結局、孤独になったら、ネガティブなことを考えて死に至るっていう風な考え方なんでしょうね。まあ、それ自体はそんなに悪くないんですけども、なんで孤独になるのかっていうところにね、全然メッセージがないわけなんですよ。なんで孤独になるのか、私たちはすぐに思い出すことができますよね。例えば、孤独じゃないと感じるのは、毎日行くところがあり、毎日会う人がいるっていうところが、まあ、大きいと思うんですよ。例えばね、職場ってものが一つあります。飲食店にしても、どっかの会社にしても、とりあえず多少のね、ストレスはあっても、出勤するところがあって、まあ途中でコンビニに寄ったりとかね、それから電車に乗ったり、車を運転して駐車場に入れて、おはようございますっていうふうに出勤するじゃないですか。そこには上司や部下や後輩や先輩、同僚がいるわけですよ。一定のミッションを課されたその職場で、ストレスはあるけどもね、やっぱり協力しながら、反発しながら、一つのドラマを作ると思うんですよ。まあ、そこには人間関係の関わりっていうのがあって、もちろんストレスとかありますよ。でも達成感とか誰かと何かをやってるっていう一定のコミュニティが存在すると思うんですよ。で、この職場ってものが時短営業とかね、その他の緊急事態宣言について、まあ、抑制されてるわけじゃないですか。要請されてね。で、出勤できないっていうのは収入が入らないってこともまあ苦痛なんですけども、人と関わることがないとかね、誰からも何も言われないし、自分からも語りかけるチャンスがないってことで、これね、お金じゃ済まないような問題も起きてるわけなんですよ。で、そこに来て、まあ、テレビとかね、情報を取ると、先行き不安なニュースばっかり、そして一部の人は、国会議員とかね、給料バンバンもらっちゃったりとか、汚職をしてもそれを責められることもなくね、今回も総務省のあんな明らかなね、嘘、答弁、もうインチキばっかりですよ。でそれに対して、まあ、減給10分の1とかね、なんか訓告だけとかね、要するにもうやっちゃダメよって言われるだけですよ。こんなふざけたことが行われるわけですよ。で、自分の存在は何なのかなと、こんな奴らにいいようにされてやっていけるかみたいな感じでね、思っちゃうのは分かると思うんですよ。で、孤独になってしまう要因のもう一つなんですけども、それはね、お金がないことですよ。でお金がなければ、まあね、友達に会おうかなって気もなくなりますし、どっかね、料亭に行って7万円のなんかワインとかも飲めないでしょ。どっかの金持ちは飲んでるみたいですけどね、緊急事態宣言下にも、勝負の3週間の時にもなんか接待受けたりとかしてね、まあ、総理の息子だからってんでひょこひょこ会いに行ってるわけですよ。で、バレても悪びれる様子もなくね、ふざけてますよね。まあ、そういうふうなふざけた人のおかげで行き場を失って亡くなってしまう人がいるってことで、孤独担当省なんてね、そう考えてみると、まああるのはいいし、考えるのはいいんですけども、ふざけたことだと思うんですよ。
どうなってるのかなと思っちゃいますよね。ちょっと記事読んでみましょうか。日本が孤独問題に積極的に対応し始めたのは新型コロナ以降に自殺者が増えたことが直接的な契機だ。まあ人が死なないとね、動かないわけですよ。いや、人が死んでも動かないのかもしれないですよね。日本経済新聞などによると、日本の昨年の自殺者は2万919人で、前年比 3.7% 増加した。2009年世界金融危機以降初めて増加に転じた。これね、自殺者ってのもデータのトリックがあって、明らかな自殺、例えば遺書があるとかね、なんか靴を脱いで川に身を投げたとかっていうのは自殺にカウントするんですけども、不審死ってものにカウントする例もいいんですよ。で、その不審死ってのが急増してるわけなんですよね。不審死の中には自殺かなんかわからないけども死んでしまった、でもおそらく自殺なんじゃないかなって考えられるのが大半を占めてるんじゃないかなっていうふうに推察するんですよね。ちょっと記事戻りますよ。特に女性と青少年の自殺が増えた。ねえ、女性青少年っていうふうに未来の国を作る人たちが亡くなってしまう。これは取り戻さず老人たちの、命を守るために健康な女性、そして未来ある青少年が死んでしまったってことなんですよ。これいいんですかね、これで。確かに老人が代わりに死ねとは言いませんよ。でもこの現象を捉えていいんですかね。なんかいいんでしょうか、本当に。昨年男性自殺者数は13,943人で、前年比135人減ったが、女性自殺者は7025人で、かえって937人増加した。1000人近く女性がお亡くなりになってるんですよ。これはね、男が生きるために女性を踏み台にしたとも言えるわけですよ。だからやっぱりね、男性諸君ね、私も含めて大いに守れなかったこと、女性を守れなかったことに対して反省しなければならないんじゃないですかね。また16日文化科学会の発表によると、昨年自殺した小中高生の数は前年比 40% 増ですよ。小中高校生というふうに無防備なこういった若者がね、のうのうと生きていく大人たちの犠牲になっているという言い方もできます。ちょっと表現がね、鋭いですけども、特に女子高生は138人で2倍ほど増えた。ね、どうですかね、皆さんの娘さんとか普段ね関わってる高校生の女の子、可愛らしい年頃じゃないですか。それが自ら死にたいと思って死んでしまうわけですよ。なんでですかね。私たちの存在を見てると死にたくなっちゃうんですかね。それとも私たちが作ったこの世の中に対して失望するんでしょうか。もう死にたい世の中ではなくて、生きていたくなるような世の中作れませんかね、私たちで。記事に戻ります。日本政府はこうした現象が新型コロナ以降に深刻化した経済困窮や情緒的孤立感と関連が深いと見ている。こんなん別に誰でも見れるわって感じですよ。日本政府がじゃないんですよ、これね。で、政府がこんなことね、だ分かってんだったら、じゃあやること決まってるでしょと。経済的困窮でしょ、これ救ってますか。情緒的孤立感救ってますか、これ全然やってないと。そのね、若いね女の子が138人死なないと気づけないんですか、日本政府ってことですよ。コロナによって雇用が縮小し、契約職などの比率が高い女性がその直撃を受けたということだ。こんなんもね、予測できることじゃないですか。人が死んでみてなんでだろうって考えることじゃないんですよ。このまま行くとこうなるぞっていうような警告を多くの方がしたと思うんですよ。私もしましたよ、去年の今頃ですかね。こんなことになっちゃうぞと、自殺者ボンボン出るぞ、早く金配れとね、10万円すら配らない。これは麻生財務大臣の罪だと言ってもいいですよ。将来世代のツケなんて考えなくていいから。だってこういうふうな若者がね、死んでしまうことが将来世代のツケじゃないですか。じゃあこのね、お亡くなりになった高校生479人の小中高生、これ10年後20年後どういうふうなツケをこの方たちはね、かぶるんですか。もう世の中にいないんですよ。だからこういうふうな自殺せざるを得ないような、こんな人を作ってしまうことが、国債残高ね、1兆円すっても10兆円すっても取り返しがつかないぐらいの将来世代のツケですよ。だからバカバカしいですね、菅総理は孤立孤独を問題する担当を。
ね、こんなね閣僚とかいらない、はっきり言ってね。こんなことをするよりも国民に毎月10万配ったら命は救われたんですよ。ね、妙なね外出自粛とかを要請するんじゃなくて、むしろね外出を控えるべき人と外出を控えなくてもいい人とはっきりと宣言するだけでよかったんじゃないですか。結局は要請ですから、勝手にやりますからね国民が考えて。いや本当にね、なんかバカバカしいっていうかね、腹立たしいですよね。まあ、他にも言うことがあるんですけども、この辺にしときましょうか。いや本当にね、これで本当にいいのかなと思っちゃいますよ。良くないでしょ皆さんね。で消費税一つにしても、あの消費税がなかったら死ななくていい命があったはずなんですよ。そして特別定額給付金、これをね結局ここまで渋ってるわけじゃないですか。未だに出るかどうかわからないっていうか、政府は頑として出さないと言ってるんですよ。繰り返しますけども、将来世代のツケってのは何なのかってこと、それは借金が残ることじゃないんですよ。今日若者が死んで将来がなくなってしまうことですよ。20年後30年後のいわゆるね将来世代のツケ、この日本に何がツケかっていうと、人がいないってことじゃないですかね。で今将来世代のツケを心配してる人は20年後30年後はいないんですよ。余計な心配しなくていいから。だからね、将来世代のツケは将来世代が追っていきますよ。それでいいんじゃないですかね。何も起こんないですよ、と私はねちょっと憤りを新たにしました。では本日は以上です。